ブルーアンモニア燃料のお話です。石炭火力発電所を2030年までにゼロにするということなんですね。なんで日本は石炭使うのよっていう、なんかまあブーイングの声があって、初めての技術だからなんですよ。協力的なんですよ。石炭火力は悪だという考え方が、どうやって下げるのかっていうことが理解に苦しむらしい。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで、今日も始まりました越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。11月27日金沢でセミナーを行います。どうなる混迷、世界情勢、年末の株と為替の行方ということで、11月27日土曜日、金沢ちょいワル先生と私石田和康の特別講演となっております。ちょいワル先生、岡安商事のアナリストなんですけれども、何度か越境 3.0 チャンネルでも出てきました。ちょいワル先生と僕と2人で混迷の世界情勢を占います。金沢近辺の皆さん、お待ちしております。詳細とお申し込みは説明欄のリンクの方からどうぞよろしくお願いします。ということで、本日はブルーアンモニア燃料のお話です。ブルーアンモニア燃料、越境 3.0 チャンネルでも何度か取り扱ってきました。現在イギリスのグラスゴーで COP26 という第26回気候変動枠組み条約締結国会議が開催されておりまして、世界中の国々がイギリスのグラスゴーに集まって気候変動、温暖化対策などを話し合っているという、まあ、そういった会議が開催されているんですよね。その COP26 という会議の中で、脱石炭というテーマが非常に大きく注目されているんですよ。日本は石炭火力発電所の割合が 32% あるので、その32% の石炭火力発電所を2030年までにゼロにしなさいということが問われてるんですよね。先日流した動画で、2030年までに二酸化炭素排出量ゼロは無理でしょう、ヨーロッパの国々はどうやってやるんでしょうね、というそういったコメントがあったんですけれども、これちょっとややこしくて分かりにくいんですけど、二酸化炭素排出量を2030年までにゼロにするのではなくて、石炭火力発電所を2030年までにゼロにするということなんですね。で、日本はその2030年までに石炭火力発電所をゼロにしてくださいということが問われていて、これが主要経済国では2030年までにゼロにします、世界全体では2040年までにゼロにしますよということが、脱石炭声明ということで46カ国が賛同したんですよね。で、こちらのニュース、 COP26 脱石炭の声明に40カ国余りが賛同、日米中は含まれずということで、2030年までに石炭火力発電所をゼロにするというその声明に日本は参加してないんですよ。日本はそれに参加しなかったことで、協力的じゃないんじゃないかと、なんで日本は石炭使うのよっていう、なんかまあブーイングの声があって、でこのグラスゴーの会場の周りでも日本に対するブーイングのデモが起きているぐらいなんですよね。日本がこの脱石炭声明に賛同しなかった理由というのは、日本は島国でいろんなエネルギーを分散活用しながら電力を安定供給していく必要がある、その上で二酸化炭素排出量を下げる形での石炭火力発電所の利用を推し進めていくということをお話したんですよ。でもそれがなかなか世界は理解に苦しむらしい。なぜならば、世界で誰もやったことのない初めての技術だからなんですよ。 COP26 の脱石炭声明に関する詳しい情報は先日流しましたこちらの動画、脱石炭 COP26 ピンチ日本吊るし上げという動画をご覧いただきたいと思います。概要欄の方にリンクを貼り付けておきます。日本は決して石炭火力発電所を減らさないと言ってるわけではなくて、2030年までにゼロにするのは無理だということを言ってるんですね。現在日本の電力需要の 32% を賄っている石炭火力発電所を2030年までに 19% の割合まで減らすということは発表してるし、でその減らしていく中で石炭火力発電所そのものの二酸化炭素排出量を減らしていくっていうことも発表してるんですね。世界に対して全く協力的じゃないということではないんですよ。協力的なんですよ。協力的なんだけれども、石炭火力発電所をゼロにするという目標値がヨーロッパ各国と日本とでズレが生じているということなんですよね。石炭火力は悪だという考え方がヨーロッパの考え方なんですけれども、ところが日本が推し進めているのは、石炭火力発電所の二酸化炭素排出量を下げるということなんですよね。どうやって下げるのかっていうことが、これがおそらく世界中の国々には理解に苦しむらしい。石炭火力とブルーアンモニア燃料の混合利用というのが、これが世界でも初めてなんですね。これは菅政権の頃に強く推し進めていくことになったんですけれども、まずは昨年のこちらのニュースを見ていただきたいんですけれども、電力大手再エネ対応を加速、日本技術で主導権握る可能性ということで、このブルーアンモニア燃料に関する議論というのは国会でも話し合われてますし、内閣府でも公に公表されているんですよね。内閣府のリリースというのは後で詳しくご説明します。まずはこちらの記事を読んでみたいと思います。温室効果ガス排出量の実質ゼロの目標達成に向けて、次世代エネルギーとして注目される水素やアンモニアは世界的に普及や活用がまだ進んでおらず、技術開発で日本が主導権を握る可能性を秘める。政府は新たな成長戦略と位置づけ、官民一体で開発や供給網の整備を進めているということで、このブルーアンモニア燃料というのを石炭火力発電所に混入をして、石炭火力発電所の二酸化炭素排出量を下げていくと、そういった実証
証実験を行って、それが効果が現れるようであれば、石炭火力をブルーアンモニア燃料に徐々に置き換えていくと。既存の石炭火力発電所をそのまま利用することができるんですね。石炭火力発電所を廃止にして、また新たに別の再生エネルギーの発電所を作るという必要がないんですよ。既存の石炭火力発電所を有効利用できるということで、そして世界でまだ普及や活用が進んでいないものに対しての日本が主導権を握ることができるという、そういった可能性を秘めているわけですよね。じゃあブルーアンモニア燃料って一体何なのか。こちら昨年9月に発表されたサウジアラムコのプレスリリース。世界初のブルーアンモニア輸送が開く持続可能な未来に向けた新しい道、サウジアラビアダーラン2020年9月27日ということで、昨年の9月にサウジアラムコがプレスリリースを発表してるんですね。世界で初めて作られたブルーアンモニア燃料、これサウジアラムコが二酸化炭素を排出しない新たな石油製品というのを開発したという発表したんですよ。で、これを世界で初めて輸入して利用をスタートしたのが日本なんですね。これが昨年の9月の出来事です。石油から CO2 二酸化炭素を取り出して、 H2 水素と N2 窒素をサウジアラビアジュベイルにあるアンモニアプラントで混合するんですね。で、それでブルーアンモニア燃料というのを作ります。で、ブルーアンモニア燃料をタンカーで日本に運んできて、日本の郡山と横浜と相生の火力発電所に混入をして、でそこで実証実験をするという。で、その火力発電所で実証実験して、これが効果が現れてくれば徐々にこの普及を進めていくというものなんですね。で、ブルーアンモニア燃料というのは使用した後どうなるかというと、 N2 プラス H2O、 要は窒素と水に分解されて、その過程で CO2 を一切排出しないという新しい石油由来の燃料がブルーアンモニア燃料ということで、石油というものがこれから世界で必要なくなるんではないかと考えられているんだけれども、実はひょっとしたら石油というのが価格が上がるかもしれない。世界で必要とされるそういった新しい CO2 を一切排出しない石油燃料になる可能性も秘めているわけですよね。これはまだわからないんですよ。わからないから日本が実証実験で進めているということなんですね。それを実際内閣府がね、発表してるんですよ。日本政府が力を入れて、今回岸田総理大臣が COP26 でそういうことを発言したのは、まだ世界の誰もやっていない新しい技術なので、これはなかなか世界の方々は理解に苦しむんじゃないかなということなんです。だから石炭火力発電所を動かしていくという日本の考え方に対して、日本は世界に対して協力的じゃないなんてことを言われてるわけだけれども、いやいや、実はそうではないんですね。このブルーアンモニア燃料っていうのは、この火力発電所だけではなくて、また別の応用的な利用ができるわけですよ。こちら内閣府の発表しているリリースです。アンモニア燃料利用による社会的貢献ということで、これちょっと字が細かいんで、またゆっくりとこの止めて、見ていただきたいんですけれども、いろんな利用方法があるわけですね。で、いろんな効果もあるわけです。アンモニアの CO2 フリー燃料としての利用技術を確立することによって、この日本っていうのはひょっとしたら脱炭素推進っていうものに対しての世界的なリーディングカントリーになれるかもしれないというね、そういった可能性も秘めてるんですよ。で、このアンモニア、燃料の、いろんな利用方法ですけれども、アンモニア燃料電池というものにも応用できるんではないかと、いろんな形の利用方法が考えられるわけで、これは火力発電所だけではない、いろんな面で二酸化炭素排出量を削減することが可能になるかもしれないという、そういった未来の化石燃料がブルーアンモニアということなんですね。話をまとめますと、このブルーアンモニアっていうのはおそらく世界中の方々は、なかなか理解できないんじゃないかなと。日本が今それを開発している段階ですんで、で、それの原材料をサウジアラビアが作っているということで、サウジアラビアと日本の一つの共同事業とも言えるんですね。で、これを日本で主導権握っているのは宇部興産で、で、宇部興産は先日アンモニア燃料協議会というのを設立したんですよ。これは日本の23社が加盟をしていて、このブルーアンモニア燃料の開発と普及に向けて、急いでいるというところなんですね。で、宇部興産はこのアンモニア燃料にものすごい力を入れていて、もともと子会社が宇部興産アンモニウムっていう会社があったんですけれども、この宇部アンモニアという会社を本体の宇部興産が吸収合併して本体で力を入れていく、宇部興産の主力事業としてアンモニア事業を展開していくということを去年の4月に発表しているんですよね。こちらが宇部興産のプレスリリース、宇部アンモニアを吸収合併、宇部興産がアンモニア強化ということで、今後この新しい次世代燃料としてね、このブルーアンモニア燃料というのがひょっとしたら日本の主力エネルギーになっていくかもしれないなという、まだちょっと時間はかかるかもしれないけれども、そういった方向に動いているというのが日本の脱炭素
CO2 削減の戦略なわけですね。サウジアラムコがこのリリースを出した時の動画というのを過去にも流してますんで、ぜひこちらの動画も参考にしていただけたらと思います。本日は日本が推し進める、石炭火力発電所に混入するブルーアモニア燃料についてお話しさせていただきました。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。